はい、今回はこちらアムステルダム中央駅に来ています。1週間のヨーロッパ滞在を終えまして、これから日本に帰国をしますので、帰国の様子をお届けしたいと思います。まずはこちらの黄色の車両が特徴のインターシティダイレクトでスキポール空港に向かいます。車両の前面だいぶ汚れてますね。ただ車内は非常に綺麗です。青色を基調とした落ち着いた車内です。こちらの車両2階建てになっています。なかなか珍しいので、せっかくなので2階に乗り込みました。それぞれの席にテーブルがありまして、座席の幅も広いので快適に過ごすことができます。今回2等席を利用していますが、追加料金を払えば1等車に乗ることもできます。ただアムステルダム中央駅からスキポール空港まで20分程度で行けますので、あまり1等車にする意味もないかなというふうに思います。料金を確認するの忘れてしまいましたが、おそらく 5.9 ユーロだと思います。間違ってたらごめんなさい。駅構内までですね、クレジットカードのタッチ決済で入れるんですけども、別途ですね、インターシティダイレクト専用のチケットを購入する必要があります。買い忘れてた場合ですね、罰金を取られてしまいますのでご注意ください。こちらスキポール空港に到着しました。やっぱり市内から近い空港はいいですね。空港の雰囲気は薄い緑を基調としたおしゃれなデザインです。早速ですが、チェックインカウンターを探しましょう。この辺りかなと思って自信を持って撮影していたらですね、全然違う場所にいたようです。係員の方に案内をしてもらいまして、なんとかチェックインカウンターを見つけることができました。無事にチェックインを済ませまして、2階にある保安検査場に向かいます。保安検査場を通過しまして、出発ロビーに到着です。この見た目以上に結構広い空港で、出発ゲートを確認するだけでも一苦労です。いろいろお店もありますので、出発まで時間を潰すことはできるかなというふうに思います。念のため事前に出発ゲートを確認しまして、ラウンジに向かいます。ラウンジは出発ゲートに入ってすぐの場所にある、こちらのエスカレーターを登った先にあります。今回利用する予定のスターアライアンス以外のラウンジもこの上の部分に集まっています。こちらスターアライアンスのラウンジに到着です。こちらで出発時間までゆっくりしたいと思います。ラウンジの中、こんな感じの雰囲気となっています。座席はかなり空いていまして、ゆったりとしています。夕方発のフライトだったので結構混んでるかなと思ったんですけども、そうでもなさそうです。こちらにはこんなカウンターテーブルの席がありまして、こちらにはハンコスのボックス席もあります。集中して仕事や作業をするのにはちょうど良さそうな席です。その手前には大きなテーブル席もあります。このようにいろんなタイプの席があります。僕はこちら通常のテーブル席を利用することにしました。料理の方も見ていきましょう。まず軽食のコーナー、ハムやチーズ、メキシカンサラダラップ、それからペーストらしきもの、それからシュークリーム、ブラウニーがありまして、こちらにジャムらしきものがありまして、そのさらに奥には各種サラダが用意されています。そしてこの辺りはメイン系の料理のエリアです。まずこちらトマトスープ、それから次のものが、マカロニがありまして、で続いてこちらがトマトソース、ペースト状になっています。でもう一つこちらがですね、ミートボール、ミートボールが入っています。でこちらもですね、トマトベースの料理が、煮込み料理がありまして、さらにその奥には細長いライスがありまして、でこちらがですね、インゲン豆の煮込み料理です。それからいろんな種類のパンがですね、こちらに用意されています。そしてこちらにはオレンジジュース、アップルジュース、ミントらしき葉がつけられた水、それからリンゴやポテチ、クッキーがありまして、こちらのポテチ、ヨーロッパらしいところなんですけども、パプリカ味のポテチです。さらにですね、その隣にはコーヒーマシンがあります。いろんな種類のコーヒーを自動で作ることができます。そしてさらにもう少し奥に行きますと、こちらビール、ハイネケンが用意されています。自由にここで、自分で継ぐスタイルとなっています。でここにですね、ロゼ、白ワイン、赤ワインがあります。でこちらのカウンターを回りまして、カウンターの奥に行きますと各種リキュールも用意されています。あとはこちらの冷蔵庫の中にもですね、瓶ビール、コーラ、スプライト、レモンティー、それから隣にもレモンジュース、ジンジャーエール、トニックなどですね、ジュース類、それからお水、スパークリングウォーターが用意されています。まずはこんな感じで持ってみました。最後のオランダでのハイネケンをいただきます。シュークリームとミートボールとぐちゃぐちゃです。乾杯。
オランダで飲むハイネケンはですね、日本のハイネケンより美味しいという噂も聞いていたんですけども、正直ですね、そんなに違いは分かりませんでした。2022年まではですね、日本で展開されているハイネケンはキリンとの合弁会社で製造販売されていたそうですけども、その後はですね、家庭用はハイネケン独自、業務用はまだキリンと一緒に製造販売されているそうです。だからですね、きっと少しは味は違うはずです。オランダ行かれた方はですね、せっかくなので飲んでみるといいと思います。料理の方はこのメキシカンサラダラップ、肉厚のチキンががっつり入っていまして、肉肉しくていいですね。サラダラップというよりかは、もはやもう鶏肉のトルティーヤ巻きです。トマトのスープの方はですね、甘いトマトの香りがしまして、味がしっかりしていて美味しいです。それからミートボール。これはですね、日本のミートボールと全然違いました。日本のミートボールよりですね、固めで、肉を食べてる感じがしっかりとします。いいミートボールでした。完食。食後のデザートとして、ポテトチップスとクッキーをいただきながらゆっくり過ごします。クッキーは美味しかったですけども、ポテチはちょっと日本の方がやっぱ断然美味しいですね。こちらのラウンジ自体の規模がそれほど大きくないので、全体的にメニューの内容、質ともにですね、少しだけちょっと物足りなさがあるかもしれませんけども、まあそれほど悪いラウンジではないです。残念だったのがちょっとシャワーがないところですね。オランダで最後、風車を見に行った後だったので、もうシャワーを浴びたいところでしたが、そこは残念です。最後にレモンジュースをいただきまして、搭乗時間になりましたので、搭乗ゲートまで向かいます。搭乗ゲートの場所が若干変わってしまいましたが、なんとか出発できそうです。まずはルフトハンザ航空の便でフランクフルトまで向かいます。今回の機体はボンバルディアのリージョナルジェット900です。小型機だからなのか、搭乗時間になってもボーディングブリッジと機体の入り口が離れたままです。搭乗時間になりました。搭乗ゲートからまさかの歩いて外に出て、そのまま機内に乗り込みます。座席は左右2列2列の合計4列シートです。小型機ですけども、それぞれの座席は十分な広さです。若干離陸時間が遅れてしまいましたが、ようやくフランクフルトに向けて出発です。距離は近いので1時間ほどで到着となります。少しフライトが遅れましたので若干焦りましたけども、なんとか羽田空港行きの便には間に合いそうです。そして帰国の便もプレミアムエコノミーの席を予約していまして、そこにアップグレードポイントを使ってビジネスクラスへのアップグレードの申し込みをしていたんですけども、今回も運よくアップグレードしてもらいました。よかったー。帰国する便の機体はこちら、ボーイング787の Q です。これから13時間のフライトとなります。でもなんとかアップグレードされたので快適に過ごせそうです。アップグレードポイントはポイントさえあればですね、タダでアップグレードできるのでなかなかいい制度なんですけども、今回飛行機に乗り込む直前まで行きも帰りもですね、アップグレードされるかどうかわからず、かなりヒヤヒヤしました。それでは恒例のウェルカムシャンパンをいただきます。アップグレードに乾杯。いつも以上に美味しく感じます。出発に向けて準備万端です。完全リラックスモードに入りました。でもどうやらこのフライトも遅れているようです。2連続フライトが遅れるというのもなかなか珍しいですね。それからこの日のビジネスクラス、見渡す限り空席は見当たらず、搭乗率は 100% に見えます。最後までアップグレードが承認されないわけですね。なかなかフライト飛ばないのでアメニティをチェックします。僕が乗ったフライトだといつも少し固めのボックスっぽいケースに入ったですね、アメニティボックスが配布されてましたけども、今回はこんなミニポーチです。明るい水色でおしゃれなポーチです。ただ中身はいつもと同じようです。歯ブラシ、耳栓、アイマスク、白のリップクリーム、フェイスミストです。ようやく離陸しまして、落ち着いた頃に最初の食事が提供され始めました。まずはこちら、右側がパプリカとコーンのタルト、左側がメロンと生ハムです。生ハムとメロン、なかなか変わった組み合わせだなと、これがヨーロッパの方々の生ハムとメロンの楽しみ方なのかというふうに思ったらですね、やっぱりイタリア発祥の家庭料理のようです。別々に口の中に入れてしまいましたが、せっかくなので口の中で合流させます。諸説あるようですが、もともとイタリアで食べられていたメロンは糖度が低く、キュウリに近い野菜のような扱いだったため、青臭さを消すために塩気の強い生ハムを添えたのが始まりだそうです。塩気の効いた生ハムと、それほど甘すぎないメロンは相性がいいです。日本では相性が悪いと言われることが多いようですが、日本で食べられるメロンは甘いので、どうしても美味しくないと感じる方が多いようです。
それからもう一つのパプリカとコーンのタルト、パプリカが入っているというのもですね、ヨーロッパ、ドイツっぽいですよね。パプリカの肉詰めですとか、パプリカをお肉と煮込んで作ったグーヤッシュですとか、あとはお菓子なんかもオランダのラウンジにもありましたけども、パプリカ味のポテトチップスがあったりですとか、かなり食文化の中にパプリカが浸透しています。いつもと同じ ANA ですが、ドイツ初となるとまた違いが感じられていいですね。続いては前菜のシーフードのサラダ仕立て、サウザンドアイランドドレッシングです。普段自炊をする僕でもこんなサラダにエビやタコ、グレープフルーツなんておしゃれなものは乗せません。前菜ですらなかなか珍しい料理が食べれます。そしてさすが ANA ビジネスクラスです。機内でもレタスのシャキッと感があります。サラダですら美味しくいただけます。続いてパンもいただきます。機内でも提供前に少し温めてくれているんでしょうか。ほんのり温かいです。パンの外側は少し固めで、それほど味はしないパンです。固めのパンなので飲み物が必要になります。パンを食べてはオレンジジュースで流していきます。パンを一口食べるごとに水分が必要になるぐらいパンに水分を持っていかれてしまいます。それから味がない分バターもたっぷり必要ですね。途中までバター専用のナイフがあるのに気づいていませんでした。茶色の方のパンも食べていきましょう。こちらのパンも機内食ですとかホテルでよく見かけるパンですけども、ちょっと名前がわかりませんでした。1個目のパンと同じく少し固めのシンプルなパンです。サラダとパンも完食。そしてメインが到着です。メインは牛肉の煮込みポテトグラタン添えです。ポテトが層状に重なっています。何段あるんでしょうか。早速牛肉からいきます。長時間煮込まれているからなのか、かなり柔らかく仕上がっています。ナイフを押しただけで崩れていきます。甘みのある濃厚ソースと一緒にいただきます。それから付け合わせのブロッコリー、茎の部分まで長めにカットされていまして、少し固めに仕上げられています。それからこのポテトグラタン、牛肉のソースによく合います。さらに口の中に入れると、とろっと層が崩れて美味しすぎます。これはポテトも進みますね。ポテトが有名なベルギー・ブリュッセルですとか、オランダ・アムステルダムに行ってたはずなんですけども、2カ所で食べた芋料理より全然美味しいかもしれません。今回の機内食、ヨーロッパ初のフライトということで洋食を選んでみましたが、結構当たりかもしれません。サイドメニューまで美味しいのはさすが ANA です。メイン料理も完食です。最後にデザート。デザートはパッションフルーツのパンナコッタです。一緒にチョコレートもいただきました。チョコレートからいただいておきます。どこのチョコレートかわかりませんでしたけども、ケースを見る限りは高級チョコレートです。続いてパンナコッタ。見た目は非常に綺麗です。とてもじゃないですけども、自分では作れないようなデザート。味の方はですね、程よい甘さに濃厚なフルーツの味がしっかりとするジェルがもうよく合って美味しいです。すでにお腹いっぱいですけども、どんどん進みます。全体的に非常に満足度の高い料理でした。完食。ビジネスクラスのエリアにあるお手洗いには歯ブラシとマウスウォッシュが用意されていますので、食後の歯磨きをしておきます。あとは今回内側の座席だったので外を見たかったんですけども、全然見えないようになっていまして、ちょっと残念です。この後は少し仮眠を取りたいので、仮眠前の歯磨きとマウスウォッシュを終えて座席に戻ります。歯ブラシとマウスウォッシュは海外の航空会社ではなかなかないケースも多いので、ちょっとした助かるサービスです。席に戻りまして、座席を倒して完全リラックスモードです。食後にすぐ寝るやつはすぐ太るやつなんですけども、この日だけお許しください。1日観光ですとか移動してからのフライトなので、さすがに疲れてきました。足元も広々としていますので、ビジネスクラスはこういう時にかなり助かります。それではおやすみなさい。仮眠から目覚めて早々またチョコレートをいただきます。これもいけないやつですね。ヨーロッパから東京への帰国便、こちらもロシア、ウクライナを避けて飛行します。黒海のすぐ北側にはウクライナがありますので、黒海の南側、トルコあたりの上空を通過しまして、その隣のカスピ海上空を通っていきます。カスピ海を越えると、ここからは比較的まっすぐですが、カザフスタンとウズベキスタンの間ぐらいを通りまして、中国上空をしばらく通過して日本に帰国する、こんな感じのルートとなっています。日本からヨーロッパに行く便に比べるとまだ遠回りしている感じには見えないんですけども、まっすぐ飛んでいない分ですね、フライト時間もやっぱり長く、最短ルートと比べると2時間弱は長いルートになっています。そろそろ中国上空まで来ましたので、休憩がてら恒例のアイスタイムです。今回はこちら、ブルーノジェラートのバニラアイスをいただきました。ハーゲンダッツではありませんでした。
蓋を開けるとこんな感じになっています。ソフトクリームっぽい見た目のアイスです。今回のアイスあまり見慣れないアイスでしたけども、ドイツのメーカーのアイスだそうです。でこちらドイツのメーカーではあるんですけども、イタリアの方がですね作ったアイスメーカーだそうです。ということでですね、名前にもジェラートとついていたりですとか、メーカーのロゴにイギリスの国旗のマークがついていたりします。食べた感じは少しクリーミー感があるアイスです。ということで多分パッケージ開けた時にソフトクリームみたいな形をしていたのかなというふうに思います。まあ、ハーゲンダッツとかですね、日本でよく食べられるバニラアイスとはですねちょっと違う感じがします。これもこれでですね美味しいアイスです。ハーゲンダッツのように高級アイスの部類ではあるようです。アイスを美味しくいただきまして、食べ終えた後は今回のヨーロッパ旅行で撮影した映像の編集作業をしながら過ごします。これをやっているとですね、結構フライト時間も短く感じることができます。完食。到着前の最後の食事はこちら、チョリソーと野菜のフリッタータポークソーセージ添えです。いつも通りこちらカヤヌエの野菜スープを追加でいただきました。一応朝食メニューにあたる位置づけだと思いますが、かなりこってりとした感じのメニューでしょうか。特にメニューの中にはキッシュとは書いていませんでしたけども、この大きな卵料理はキッシュでしょうか。中にベーコンが入っていまして、噛むと香ばしいいい香りがしてですね、卵の美味しさを引き立てます。野菜としましてはほうれん草、トマト、ズッキーニ、マッシュルームが入っています。最後にしっかりといろんな野菜が食べられるというのはいいですね。キッシュのおかげで野菜も食べやすいです。こちらソーセージも添えてありますので、ソーセージとも合わせて食べていきます。日本人好みのソーセージかなというふうに思います。そしてフルーツはオレンジ、メロン、白い謎のフルーツ、それからグレープフルーツが入っていました。それからこちらのクロワッサン、周りはパリッとした少し硬さもありまして、焼きたてではないんですけども、甘いバターのいい香りがします。機内で提供されるパンとしてはですね、クオリティは高いと思います。全体的にバランスの取れた満足度の高いメニューでした。最後の機内食を食べ終えた頃にはもう韓国ソウル上空になります。長かったフライト時間も残り1時間ちょっとぐらいになります。それでは間もなく羽田空港に到着となりますので、今回の動画はこの辺りで終わりとさせていただきます。今後も旅行の動画をアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。それから概要欄にインスタグラムのアカウントも載せていますので、インスタグラムのフォローもお願いします。はい、それではまた次の動画で。